皆さんこんにちは。最近肌荒れがすごい今林和です。めっちゃ吹き出物ができちゃってるんですけど、直し方を知ってる人がいたら教えてください。今回はですね、おなじみ何でもスポーツに生かしちゃおうシリーズなんですけれども、今回の内容はというとアートシンキングです。アートシンキングに関する本っていうんですね。書店でこんな2冊、13歳からのアート思考っていう本と How to Art Thinking っていう本なんですけども、この2冊をですね読んでみたらですね、この考え方がね、まあいいもうね、すごいちょっとテンション上がっちゃって、もうとりあえず最近はね、会う人にこのアートシンキングの本についてめっちゃ勧めてるぐらいなんですけれども、そんなね、僕がすごく感銘を受けた考え方、アートシンキングについて今日はやっていきたいと思います。それでは早速進めていきたいと思うんですけれども、そもそもですね、アートシンキングとは何ぞやって、アート思考って言われてもまあピンとこないですよね。僕もね、全然ピンとこなかったんですよ。13歳からのアート思考の本の中の一番最初の5ページくらいでやられていた、まあエクササイズみたいなところなんですけれども、それでも本質をズバッてついているので、一回ちょっと皆さんにやっていただきたいんですけれども、それが何かというと、まず絵を見ていただきたいと思います。まあもしあれだったら一時停止をしてじっくり眺めていただきたいなというふうに思います。それではご覧ください。どうぞ。どうでしょうか、皆さん見ていただけたでしょうか。先ほど表示された絵はですね、モネさんが描かれた睡蓮という絵なんですけれども、皆さんどうですか、鑑賞できましたか。絵を鑑賞してください。僕もね、たまに美術館なんて行くんですけれども、この本の中にもね書かれていたのが、まあみんな絵を見ているようで見てないとって言われて、まあ、僕もねこうグサってきたのがですね、絵を見ている時間じゃなくて解説文とかの文章を読んでる時間の方が大体みんな多いっていう風にね、ズバッて言われちゃうんですよ、この本の中で。まあ、この絵をこう見せたわけがありまして、それ何かっていうと、この絵がですね、ある美術館に飾られていたらしいんですけど、それをねこうお客さんとして見に来ていた5歳の男の子が、この絵を見た時にカエルがいるっていう風に言ったらしいんですよ。でその美術館の職員の人がですね、え、どこにいるのっていう風に聞いたらしいんです。結論から言うとですね、モネの睡蓮の絵にはカエルは一匹も描かれていないんですよ。職員の人もそれを知っていた上で男の子に聞いたんですね、どこにいるのと。そしたら男の子は、今水の中に潜ってるというふうに答えたらしいんですよ。これ読んだ時にですね、うわーってちょっとこうなんか忘れてた感覚だなみたいな感じでめっちゃ思って、そういう捉え方というか、その想像力ちょっと最近欠けてんなみたいな、なんかねこう理屈っぽくね全部考えちゃってね、この男の子の想像力、作者はもう言い切ってるんですけれども、これこそがアートシンキングだと、アートの見方だというふうにですね言ってて、まとめるとですね、作品名だったり解説文といった既存の情報に正解を見つけ出そうとはせず、自分だけのものの見方でその作品を捉えて自分なりの答えを出している、それがアートシンキングというふうに言ってるんですよ。まあ、男の子はですね、自然にそれをやっていたと。もともと持っているものなのかもしれないんですけども、いつの間にか自分だけのものの見方がこうできてないのかなっていうふうにねって思いましたね。まあ、ざっくりアートシンキングのもう大まかとした考え方っていうものを言ったんですけれども、もう少し詳しくアートシンキングを見ていきたいと思います。まあ、アートシンキングの誕生というところなんですけれども、昔はですね、アートっていうものは貴族とか富裕層に頼まれて肖像画とか風景画というものを現実味のある表現で写し取って描くっていうものがアートと呼ばれていたんですよね。まあ、つまりその時代のゴールっていうものはですね、いかに正確に写実的に写し取るかっていうところがその時代のアートのゴールだったわけです。
しかしですね、20世紀になりましてカメラとか写真というものが出来上がっちゃって、正確に写し取るっていうことの価値がですねなくなってしまったんですよ。アーティストたちのアートとは何かっていう問いをですね改めて考えるきっかけにもなったんですね、この出来事が。まあ結論から言うと、そのアートとは何かっていう明確な答えは未だにないんですよね。どういうことかというとですね、そのアートとは何かっていう問いを追求していくこと自体、それ自体がアート。ちょっと哲学的になってきたんですけれども、まあそれ自体がアートイコールですね、自分なりの正解を見つけるっていうことが大事になってくると。アートシンキングについて説明していったんですけども、じゃあこのアーティストたちがたどり着いたこのアートシンキングの考え方っていうものですね、僕たちがこう生きる上でそれをどう生かしていくのかっていう話をしていきたいと思うんですけれども、まずですね今の時代を整理をするとですね、今の時代文化の時代っていう風に呼ばれているらしいんですよ。どういう意味かというとですね、文化というものはですね不安定、不確実、複雑、曖昧っていう、それを英語にした時の頭文字 VUCA っていうものを合わせて文化の時代っていう風に言うらしいんですよね。どういう意味かというとですね、まあ、ざっくり言うと異常なほど世の中の変化のスピードが速すぎて予測が不可能な時代だと、そういうものを文化の時代っていう風に言うらしいんですね。この時代がこう何が問題というか気をつけなければいけないかというとですね、その文化の時代の前まではですね、こう生きたら正解だよねっていうのがあった時代だったんですけど、例えば大企業に勤めることみたいな、そういうキャリアルートがですね正解だよねみたいな時代だったわけなんですけれども、文化の時代にはですね変わらない正解はないっていうふうに言われておりまして、この時代にですねこれが正解っていうふうに言える答えっていうものはないと。今や大企業だって絶対に潰れないみたいなわけではもうないみたいな、そういう時代ですね。結局何かというとですね、正解ゴールと思われたことがなくなってしまった。これってですね写真が出現した時に似てないですか。生き方とか働き方みたいなところを見直す時代というか、改めて考えなければいけない時代に来ているのかなっていうふうに考えた方がいいよねと。もう唯一の正解なくなっちゃったよねっていうふうに書いてあるんですよね。まあ、つまりアートシンキングを実践していこうということですよ。このアートシンキングの考え方はですね、スポーツにも同じことが言えるんじゃないかなっていうふうに僕は思いましてですね、 How to Art Thinking の本の中にですね、ピクサーの創業者であるジョン・ラセターさんが言った言葉にこんな言葉があるらしいんですよ。それはですね、アートは技術の可能性を試し、技術はアートを触発すると。この言葉を見た時に、まあ、一個僕が思い出したエピソードがあるので、それを紹介したいと思います。2012年のロンドンオリンピックで体操競技の跳馬という種目で金メダルを獲得した韓国のヤン・ハクソン選手っていう選手がいるんですけれども、この選手はですね、めちゃめちゃ跳馬強いんですよ。その選手は何がすごいかというとですね、それまで、まあ、当たり前の常識的な技術、ロイター板っていう踏切板を蹴るときに、こういう状態で、まあ両手なんですけど、こういう状態で蹴って、で、下から手をつく。その技術がもう一般常識だったんです。体操界での常識。もうみんな多分そうやって教わってきた。で、そんな時代にですね、彼はですね、ロイター板を踏むときに、手を上にしてたんです。みんなと全く正反対の動き。でこれすごいのが、跳馬において、その跳馬の前方形っていう種類において、この手をついてから2回半ひねって着地するっていう腰痛っていう技が限界だったわけなんですけれども、それがですねヤン・ハクソン選手3回ひねったんですよ。腰痛からもう半分ひねり加えた。でまあもちろんそれは体操界史上初の技だったんで、ヤン・ハクソンっていう技名が
着いたんですけれども、常識的な考えを自己流のやり方で覆して、さらに限界を突破したと。これはですね、激アツというかすごいですよね。で、これ面白いのが、その2012年以降、中国の選手を中心としてですね、上からロイター板をつくやり方が結構流行って、今では一般的というか、まあ、そんなに珍しくなくなったんですよね。まあ、これってこのピクサの創業者のジョン・ラセターさんが言った、アートは技術の可能性を試し、技術はアートを触発するっていう言葉が、まあ、これに近いのかなっていうふうに思ったわけなんですよね。自分なりの個性とか強みっていうものが、その体操の技術をどん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 前に進めていったのかなっていうふうにすごい思いましたね。ということですね、今回はアートシンキングについてお話ししていきました。皆さんどうだったでしょうか。この動画を見て、なんかアートシンキングって面白いなとか、興味を持ってくれる方がいたら、僕はなんか嬉しいですね。まあでもね、これをね、こうどういう考え方で生きるとかっていうものも自分次第、あなた次第なんで、この動画を見ていいと思えばそういう生き方をすればいいし、別に興味ねえよって思うんだったらその生き方で行くもいい。もうそれも全てアートです全部アートじゃねえかみたいな結局全部アートシンキングみたいな、まあ、僕はね、そういう風にちょっとこれから考えて生きていけたらなっていう風に思っております。皆さんが今林に読んでほしいとか、この考え方ぜひ見てほしいみたいな本とかあれば、コメント欄で教えてください。もちろんこの動画の感想も待っております。すごい良かったっていう感想を待ってますということで、今回もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた会いましょう。